本日は第50回草津宿場祭りにご来場いただきましてありがとうございます。皆様方ご着席いただいております前の席、たくさんの時代行列に扮しました、者たちがですね、ここを会場にさせていただきたいと思います。お座りいただいております、方々少しずつ後ろの方にお下がりいただきまして、係の方すみません、場所の確保をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。総勢120人余りの皆様方がご到着となって、このステージ前までは、踊りの披露もございますので、できますれば少し後ろの方へお下がりいただきましてお待ちいただきたいと思います。まもなく行列が見えてくることと思わせていただきます。すみません、せっかくお座りいただいておりましたのに申し訳ございません。よろしくお願いいたします。さあ、春のお祭りを本当に醸し出すのにいい音楽も流れてまいりました。改めまして、ここからマイクを預かりましてご案内役を務めさせていただきます。草津ブースターズ銀だら、そして FM 草津パーソナリティ菅野ララと申します。どうぞよろしくお願いいたします。さて、草津市に残る草津宿は江戸時代街道の要所として400年も前から発展してまいりました。この草津は江戸日本橋から海沿いの街道を経由して京都に至る東海道、そして山々を越えてその街道を経由し京都に至る中山道との合流点、そしてまたその分岐点としての要所として栄え、歴史に残る数多くの人物がこの草津宿でお泊まりや休息をされました。今回は第50回の記念授業といたしまして、この宿場祭りを執り行わさせていただきます。本日の時代行列のメインの役柄に元宝塚歌劇団のスター8名にお殿様とお姫様を絢爛豪華な衣装をつけて役柄を演じていただきたいと思います。その豪華なお姿をどうぞごゆっくりとご覧いただきたいと思います。まもなく行列の皆様、お揃いでこのメインステージを絢爛豪華な時代絵巻として繰り広げていただきます。ご到着後、メインの役柄の皆様はステージに上がっていただきます。それでは皆様どうぞお楽しみくださいませ。皆様方でございます。
お衣装が、そして髪型が全く違うのをご覧いただけるかと思わさせていただきます。ステージ向かいまして右側に公家役柄の皆様、そして左側には武家役柄の皆様方ご到着でございます。そして中央にいらっしゃいます可愛らしい桜模様のお着物をお召しの皆様方は、音は菊目春先生のご指導のもと、この後踊りを披露していただきます子どもたちでございます。こちらも一般の募集にて選ばれた皆様、小学校の3年生から6年生の皆様でございます。ただいまステージ中央を勘行員様、そして庭田嗣子様お出ましでございます。そしていよいよ中央にはお殿様とお姫様がお出ましでございます。50回を記念いたしまして、本日の宿場祭りは元宝塚歌劇団の皆様にお越しいただきまして、絢爛豪華な衣装、そしてお姿をご披露と相なりました。時代を通り越してこの素晴らしい時代絵巻を皆様方とくとご覧くださいませ。本日は草津市内をはじめ市外、そして県内、県外各地からたくさんのお客様がここ草津へお越しでございます。本日は第50回を迎えました記念の草津宿場祭り、たくさんの方ご来場いただきまして本当にありがとうございます。さあ、それでは皆様お揃いでございますので、この後皆様方それぞれのお役柄のご紹介を差し上げたいと思います。それではご紹介いたします。まず正面右側から第13代将軍徳川家定公の静木公様でございます。続いて家定公の正室でいらっしゃいます天璋院篤姫様の舞雛乃様でございます。続きまして家定公の元正室高司子様で吉野京香様でございます。続いて家定公の元正室一条秀子様の綾香玲様でございます。そして大奥年寄り滝山様、そして篤姫の指導者の生島様、こちらの2名は一般公募の選考にてお役についていただいております。よろしくお願いいたします。こちらは武家の皆様方、続いて正面皆様方から向かいまして右側は
第14代将軍徳川家茂公の浅園三木様でございます。続きまして家茂正室の皇女和宮様の玉真由良様でございます。続いて家茂元正室橋本玲子様の真央夏樹様でございます。続いて家茂元正室の土御門富士子様役二児の夢香様でございます。そして和宮の聖母勘行院様和宮育ての親庭田継子様こちらも一般より先行にてお役についていただいております。よろしくお願いいたします。それではお殿様をはじめお姫様方に口上文を読んでいただきます。まずは徳川家貞公様お願いいたします。世は徳川幕府13代将軍家貞である。本日の出迎え大儀である。この草津宿場祭りが各部にぎにぎしく開かれているが誠に執着である。今日はこの町の大きな魅力である宿場町草津琵琶湖草津の良さ町の様子や暮らしぶり草津の皆のことをこれより街道を歩き直に見ておきたい。草津宿の主殿には今後も町衆とともに暮らしやすい町づくりに邁進されること頼みいるぞ。草津塾の繁栄がこれからも続くよう心から願っておる。それでは今日は共に祭りを楽しもうぞ。続いて篤姫様でございます。13代将軍家貞公正室の篤と申します。お出迎え大儀に存じます。わらわは将軍家輿入れのため江戸に向かっているところです。今日も大勢の人々が温かく出迎えてくださり草津に暮らす人々の心の優しさが伝わってくるように思われます。この草津塾がますますご発展を遂げられますよう祈念いたします。今宵はこの美しい草津にて宿を取りたいと存じます。今日は吉野にお頼み申します。ありがとうございました。続いて徳川家茂公様お願いいたします。徳川幕府14代将軍家茂である。本日の出迎え大儀である。この草津塾は以前に変わりなく元気で魅力ある町とお見受けいたす。とりわけ中山道と東海道の交わるこの草津塾ではいろいろなものが集まりいろいろな話が聞けると聞いており楽しみにしておる。この草津塾の繁栄はひとえに草津塾の主の殿をはじめ皆の衆の力であり、これからも50年100年とこの伝統を守りこの草津塾がますます発展を遂げられるよう皆に頼み入りる。それでは最後に皇女和宮様お願いいたします。徳川幕府14代将軍正室の
和宮と申します。本日の大層なお出迎え大儀に存じます。本日伝統ある草津塾において記念すべき節目の第50回草津宿場祭りがにぎにぎしく執り行われると聞き及び、150年余の時空を超えてお祝いに駆けつけさせていただきました。私は後部合体の大切なお役目を果たすため都より将軍家に腰入れをいたすところです。この近江の琵琶湖と草津の繁栄には驚きました。今日はこちらにて休息し祭りを楽しみとう存じます。これより皆の者と町の様子を見に参りとうと存じます。お殿様、お姫様、ありがとうございました。続きましては返し口上を草津塾の主橋川渉市長にお願いいたします。徳川家定様、篤姫様、徳川家持様、和宮様、ようこそ近江の国草津へお越しくださいました。私はこの宿場の主で橋川渉と申します。今日は町衆が中心となり記念すべき第50回となります草津宿場祭りをこのように盛大に執り行うことができる運びとなりました。この草津塾は日本で唯一東海道と中山道が交わる宿場町として400年以上にわたり栄えてまいりました。今なお草津塾本陣や道標など当時の面影を残すものが数多く残っております。私は主として草津の将来と子どもたちの未来を見据え草津に住んでよかったと町衆が実感できる魅力ある町づくりに町衆と力を合わせ励んでまいります。皆様にはまずは長旅でお疲れのことと思いますのでこの草津塾でご入りとおくつろぎください。橋川市長ありがとうございました。勢ぞろいしていただきましたメインの役柄12名の皆様方とそして口上の取り交わし滞りなく収めさせていただきました。なおステージ下の前には皆様方から向かいまして左側武家役柄のお上老役の皆様とそのそれぞれの役の皆様方そして右側には公家役柄の上老女官役の皆様とそれぞれのお役の皆様勢ぞろいでございます。総勢120名の行列でこの宿場町ただいま行列を組んでこの公園までやってまいりました。さあ続きましてはステージ前にとても可愛らしい衣装をつけて並んでいただいております子どもたちと子どもリーダー3名によります踊りをご披露願います。まずはリーダーの尾本恵子様、田中真央様、徳田由里様3名は音は菊目春先生の門下生でこれから琵琶湖音頭をご披露していただきます。続けて子どもたち17名とリーダー3名で宿場踊りをご披露させていただきます。このお子様たちは小学生3年生から6年生までで今回も一般の募集にて選ばれた皆様でございます。2曲とも音羽先生のご指導で一生懸命練習いたしました。成果をご覧くださいませ。それではお願いいたします。